すぐクリスマスだね。そうだな。んー、マホはクリスマス何が欲しいの？私はやっぱり面白いものが欲しいな。え、面白いもの？面白いものか。マホが面白いものか、なんだろうな。あ、じゃあ、私の 家にあるもので面白いもの何か作ってよ。俺が作るの？さように作ってもいい？あれ？入るぞ。よし、やってやろうじゃねえか。みんな頑張ってね。俺が一番だからな。俺が勝つ。じゃあ、行くよ。よーい、スタート。うわうわえぇ、ー、うわ待って。みんな真剣。そうね、あなたのために真剣よ。みんな私を取り合ってる。罪な女。罪な女よ、罪な女だ。やだ。渡し方も重要だから。渡し方も重要なの。すごい、アスオはなんか分解してるわ。分解したりしてるわ。なんか鳴ってるわ。なんだこれは。笑ってるわ。うるさいよ。よし、いいこと思いついた。お、さやはとにかく物を一回集めてる。うん、ついてない。あ、延長コード忘れたわ。延長コード忘れてたわ。ちょうど作る。ラッパーみたい。すごい。すごい。なるほど。うわ、面白いかどうかはわからないけど、マホは絶対に楽しんでくれると思うな。へー。怖い。怪しい。アスは何をしてるんだろう。アスはすごい無言。あ、ウィンクしてるわ。あー、かっこいい。やっぱアピールも大事よね。うん、まあ、俺のウィンクで付き合ったようなもんだからな。あ、そうなんだ。ウィンクに惚れたの私は。あ、そうなんだね。あ、なるほど。あれ、どうしたの？やば。あった。あ、よかった。やっぱりあと
1分40秒だわ。早い。ちょっと私が延長コード忘れたからやっぱ5分追加しようかな。お、5分欲しい、欲しい人。はい。一人。あそこだけなんだけど。あそこは5分追加だ。あそこ5分追加。俺も欲しいけど。じゃあ俺も。真帆が。好きだ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 。マホが好きだ。でもこの間にシチュエーションも考えなきゃいけないんだよね。確かにそれをどうやって渡すかがポイントだから、うん、それも考えながらやらなきゃだよ。この子使ってほしいな。あ、なんだ虫。あ、サナオ。マホ好きだったもんなこいつ。この子大好きだから虫なんよ。すごい彼女と付き合ってるなこの子。あ、これも使ってほしいな。なにそれ。私おじさん好きだから。おじさん、みんな若いけど。おじさんも好きだから。おじさんも好き。もう一人いるのこれは。もう一人いるの。男がもう一人。あ、ご飯追加します。意外といいな。あ、やばい、喧嘩始まってた今。あ、何が欲しいんだ。これ何、何の文字が欲しいんだ。それは言えねえ。あ、おお、そんなに A を使うんじゃない。 A を使うんじゃない。どうぞどうぞどうぞ。あ、多いんだ。A ないじゃん。俺も A 足りねえんだ。どんな A 使うの。ペンないかな。 OK。 あ、すごい喜んでる。残り10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。終了です、彼氏たち。終了です。疲れてるわ。じゃあこれをみんなに今から渡してもらおうかな。はい。マホ、メリークリスマス。あの日のこと覚えてるか。あの日マホが欲しくて欲しくてたまらなかったクワガタムシ、あの時木で見つけたけど持って帰れないって泣いてたよな。実はその時のクワガタ俺持って帰ってきてたんだ。それをクリスマスプレゼントで真帆にあげるよ。あとはな、あのクワガタを見つけた時の真帆の笑い声、それも録音してたんだ。すっごい喜んでたよな真帆。あとは今日の朝作った目玉焼きにゴキブリが乗っちゃって、でもそれも真帆はこんな風に笑ってくれた。真帆、ビッグラブ。あ、すごい、ありがとう。よく笑う真帆が好きだ。やっぱり私あの日クワガタを家に持って帰れなくて人生で一番ショックな日だったから。そうだよな。だから今年のプレゼントはクワガタだ。嬉しい。しかも手作りのご飯まで。そう、ビッグラブ。マホ、メリークリスマス。今日はマホのために可愛いおじさんをつけて、やっぱりこれはマホがつけてほしい、このおじさん大好きって言ってたからここにつけました。そしてこのおまけのブーブークッション、マホはいつも俺の横にいるとき恥ずかしくておならができないと言ってたから、これで、あれ、なんなかった、あれ
このブーブークッションでおならをするときに紛れさせたら俺の前でもおならができると思う。だからこれはおまけね。そしてこのプレゼントの中身、真帆ちゃんが大好きなアヒル、ゴキブリ、たくさん大好きなものを詰め込んだよ。そして真帆ちゃんが本当に本当に心の底から一番大好きなもの、俺は知ってる。君が好きなのはこれだろ。やっぱり真帆にこんなにたくさん彼氏がいたのってお金のためだと思うんだ。俺はこんなにお金を持ってる。これを真帆に全部あげる。だから俺と結婚しよう。サナオありがとう。真帆、全部君のだよ。全部私の？全部くれるの？全部使っていい。え、もっとくれる？かもしれない。でもやっぱりサナオは、私あのやっぱこのおじさんとブーブークッションが使われないって思ったから、サナオにひょいって渡したら使ってくれたの。やっぱり真帆の言ったことは聞かないと、彼氏だから。すごい、これはポイント高いわ。開けてみて、Yeah! Yeah! Oi! これは俺の愛だ。魔法、箱の裏を見て、箱の裏を見て、読んでみて、読んでみて。魔法しか勝たん。イエーイ！俺が魔法しか勝たんって言ったら、このクラッカーを鳴らせ。Hey！ 魔法しか勝たん。魔法しか勝たん！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 いや！魔法しか勝たん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 ！魔法、好きだ。どう、楽しいだろ。中のものが全部なくなるくらいに楽しませてくれた。愛だよ。すごい、やっぱり愛を感じたわ。しかも私も一緒に参加して、ちょっと難しかったけど一緒に参加できるのを作ってくれてありがとう。こういう笑顔になったな、マホも。よかった。ということで結果発表。イエーイ。3人とも私のために頑張ってくれて本当にありがとう。当たり前だろ、魔法のためさ。魔法しか勝たん。本当に3人とも個性が強くって本当に全部面白かったんだけど、ちょっとごめんだけど一人だけ選ばせてもらうね。じゃあ今日から私の本当の彼氏になる人は、魔法しか勝たん。魔法しか勝たん。